お盆でございます。バンロール八戸サポーターティガーマスクです。今現在時刻は、8時になっております。8時2分に八戸到着する、新幹線でバンロール八戸 FC があの激闘の長崎から帰ってきます。見ての通り、八戸駅は誰もいない、私一人という状況です。本来であれば、バンラーレガール、いやバンラーレガールがキャーキャー言いながら選手を出迎えれば最高の縁になるんですが、残念ながら、私一人という状況になっております。先ほどからの後ろに見えるおまわりさんが私を思いっきりマークしていますが、ちゃんと許可を取りましたということでこうやって撮影させてもらってます。私は青森から、長崎に飛ぶ飛行機を、お見送りしましたが、最後までお付き合いしたいと思いまして、お出迎えにやってまいりました。この八戸駅といえば、横浜マリノス線、私も、新幹線から帰ってきてここを思い出します。選手たちも、ここに着いた時に一人でも来ていただければ、大した嬉しいのかなと勝手に思ってやってまいりました。ちょっと何が忘れたんであれなんですけども、まず今選手は来ますんで、どうか一つ、あ、思い出した、あ、だあれあれあれだ、バンラーレ八戸、2013年シーズン、夢と感動とありがとう。